皆様新年おめでとうございます。なんといっても今年東京オリンピックパラリンピックが開催されます。このチャンスを生かしまして地域経済の活性化あるいは観光や国際交流など大きな成果を上げていきたいというふうに考えております。大きな変化の前に自分自身が変わっていく、そういう年に茨城県が率先してやっていく年にしたいと思いますし、ますますワクワクする茨城県になるんじゃないかなと思います。せーの、よいしょ。ありがとうございました。乾杯。監督も変わってですね、かなり新しいチームになっていくので、いろんな変化を皆さんにお見せしたいなというところとですね、かなり新しいスタジアムの体験というのを提供しようというふうに思っていますので、ぜひ来ていただいて、新しいアントラーズの楽しみ方を体験していただきたいなというふうに思っています。茨城県で第11回現在は作家展、これを茨城県の代表作家展ね、これを開催いたしますので、これをまず成功させて、彫刻家として約60年経つもんですから、はい、なんか記録に残したいなというその思いを今考えています。新しいことにも取り組みを始めているんですが、なかなか結果に出てこないんですが、あと皆さんに聞くと、やっぱ諦めずに継続してやっていくということをしないとダメなんで、これも細々とですけれども、大きくなるまで諦めないで少しずつ少しずつ頑張ってやっていければ。茨城県、万歳。